で日本一の回数を誇ります三井住友海上田辺が第3位。田辺は2016年鹿児島銀行、その後ろ鹿児島銀行まで行きます。あっとどうしたでしょう。2号車の動き見ていきましょう。はい、中継所まであと 180m ですが、岩谷産業の飯田怜がこのように四つん這いになりながら、なんとか襷をつなごうとしている。まだプリンセス駅伝にやってきましたが、飯田怜さあ襷をつなごうとしているが、まだ 150m の距離が残っている。まだ150m の距離が残っている。中継所が見えている。ただ飯田怜はこの赤い襷、左手に持っている襷を、そして膝はもうすりむいている。その襷をなんとかつなごうと飯田怜が、さあルーキー、さあ飯田怜、ただまだ 100m 以上のその距離が残っている。苦しいこの第2区になった。苦しい 3.6 キロになった。ただ初めてやってきたルーキー、熊本出身、その飯田怜がさあなんとか襷をつなぐことができるのか。後ろからナンバーカード22番のラフィネグループの森歩美が今この岩谷産業を抜いていきましたが、岩谷産業、さあ飯田怜襷をつなぐことはできるんでしょうか。残り150メートルあります。さあその中継所は見えている中、膝から血が出ている。膝から出血をしている。ただその襷をなんとかつなごうとしている。苦しい。ただ思いはこの襷をつなぐこと。頑張れ飯田。さあ残りは 100m ちょっと。3区のランナーも見えています。3区のランナーを今確認をした。さあ間もなく中継所が見えているが、もう 100m 以上この体勢で襷をつなごうとしている。岩谷産業、広瀬監督が率いたその岩谷産業、初めてプリンセス駅伝にやってきました。この第2中継所に襷を持っていく意識はしっかりとしている。足のどこかに異常が発生したのか。さあその中継所見えてきた。おそらく飯田の目にも3区のランナーが見えているはずです。3区のランナーが心配そうに見つめる中、今田麻里絵が待っている。さあその中、岩谷産業初めての出場、創部2年目。さあ襷をつなげるか。残り50メートルになりました。もうその襷つなげるまではあと少しだ。岩谷産業の飯田怜、思いをつなぐ、襷をつなぐ、そして全国の舞台に6人で行く。3区の飯田麻里絵はもう涙が止まりません。待っている3区の今田麻里絵は涙が止まらない。今涙を拭ったサングラス姿、そしてもう見えてきた、初めてやってきた岩谷産業。2区の飯田怜がさあ襷をつなぐ。つながった、襷がつながりました。岩谷産業飯田怜から今田麻里絵に襷がつながりました。思いはつながった。岩谷産業初めての出場、今田麻里絵がスタートしていきました。増田さん、初出場のチームなんとか襷をつなぎました。もうこれは飯田さんの執念ですね。やっぱりね、今年の8月から故障してて、で怪我が治ったばっかりだったんですよね。でみんな心配してましたけど。